カンバラ鉄道の車両形式本校ではカンバラ鉄道において運用された鉄道車両各形式について記述する。カンバラ鉄道線は新潟県下発の電化路線として1923年10月20日に五線村松間が開業した。開業に際しては木造四軸ボギー電動車で1系1 2の2両の電車が申請され、 1927年9月には2、軸単車の付随車、ハニー3型3が増備されている。さらに村松東鴨館が1930年7月22日に、東鴨モ館が同年10月20日に開業し、5線鴨館の全線が開通した。全線開通に際しては、神原鉄道発の半構成車であるで11系11から13の3両の電車のほか、 電気機関車 L 型1が申請された。その後、輸送量増加に伴って1942年12月に、鉄道省より二軸単車ガソリンカーの払い下げを受け、区配1系1として、戦後間もない1947年には、名古屋鉄道よりも450系455を譲り受けで101系101としてそれぞれ導入した。その後も、断続的に車両増備が行われ、 1950年5月に、日本国有鉄道よりキハ4万線軽機動車1両の払い下げを受け区ハ1 0系1 0として導入し、1952年10月には、モ、oh、ハ3 1系3 1がで 1K1 の改造名義で申請されたが、モハ、oh、31の竣工と同時に従来車に対して、一斉に改版が実施され、で1型はモハ、oh、1型に、で11型はモハ、oh、11型に、 で、101型はモハ二21型に、ハフ1型は、サハ1型に、L 型電気機関車は、ED1 型にそれぞれ解消、改版された。1954年5月には四十4 1四4 1が申請された。同社の申請に際してはモハ1 1系1 3より、台車、主電動機を転用し、モハ13はモハ1系1より、台車、主電動機を転用しても、 十5 1五5 1と解消、解版された。名義上はも四41がモハ13の、も五51がモハ1の、それぞれ改造名義で竣工しており、この結果改行に際して申請された、モハ1型は、形式消滅した。1957年9月には、左派一系、区派2型が、不随者、派一系1派2系2とそれぞれ解消、解版された。 さらに1958年1月と1965年7月の2度に、渡って、西武鉄道より2両の電車を譲り受け、モハ 61K61 も61ハ 71K71 71として導入した。なお、モハ61は、当時の西武鉄道における、標準塗装であった、総価補強体の下端部を境界として上半分を、イエロー。 下半分をマルーンに塗り分けたニー色塗りのまま入線し、従来茶色い式塗装であった既存の旅客用車両についても順次、イエローマルーンのニー色塗りへの塗装変更が実施された。1973年1月にもは 81K81 が、1975年12月にはもは 91K91 がそれぞれ越後交通、山形交通より、 譲り受けの上で導入され、この結果、神原鉄道線における在籍旅客車両は、電動車10両、制御車及び付随車3両、計13両の最大両数を数えるに至った。また、1978年10月のワンマン運転開始に先立って、同年7月よりもは12.3141.6171の5両を対象に、 バックミラー取り付等ワンマン運転対応化改造が実施された。1978年9月に付随車廃イ2が廃車となり、翌1979年1月にはモハ21が廃車となって、神原鉄道における木造車は全廃となった。さらに1985年4月1日付で、村松鴨モ館が廃止となったことに伴い、 モハ11.1251.8191の5両が、同年6月20日付で廃車となった。開業当初と同様、5000村松間に縮小された神原鉄道線は、前述廃車対象から外れ残存した、モハ31.4161.71及び、クハ10の軽5両の旅客用車両によって運用されたが、旅客数の減少並びに、車両、 施設の老朽化を理由として1999年10月4日付で全線廃止となり、同五両の旅客用車両並びに、電気機関車 ED1 を含む全在籍車両は同日付で全車除籍された。開業当初に申請された d 1系以降、制御車に形式を含めて制御方式は運転台に設置された直接制御機によって、 電流制御を行う直接制御方式で統一されていたが、1965年7月に導入された、モハ71は竣工当初より、間接制御方式が採用され、モハ31.4161についても順次、間接非自動制御化が施行された。また、モハ81.91については、モハ71同様に導入当初より、 関節非自動制御仕様で巡航している。八十81.91の2両を除き、各社とも、東洋電気製造製の直流直巻電動機、TDK-31SC 及び TDK-31SP を1両あたり2機搭載する。で一 k 並びに、で11型は巡航当初。 ウェスティングハウスエレクトリック車製の定格出力4 8ットの主電動機を1両あたりに行き、搭載したが、後年 TDK-31 系に、換装されている。カンバラ鉄道線においては、高い走行性能は必要とされず、また変電所容量の都合もあって、各形式の車体長や、自長の際にかかわらず、TDK-31 系主電動機に起使用で、 統一されていたが、後年導入された、もは81.91については、主電動機1機あたりの定格出力が低かったことも、あり、全保有事業者在籍当時と同様に、主電動機4機使用のまま竣工した。なお、L 型電気機関車のみは、牽引力を確保する、目的から例外的に当初より、TDK-31 系主電動機4機使用で、落成、収益している。 駆動方式はいずれも吊り掛け式で、歯車比は各形式によって異なる。旅客用車両については全車とも非常便付直通ブレーキで統一され、L 型電気機関車のみ自動空気ブレーキ仕様である。なお、付随車2両については、低用制度のみとされ、空気制度は装備されなかった。以下、神原鉄道に在籍した各形式について、形式ごとに詳述する。なお、 冒頭の形式称号を並びに、車両番号はいずれも竣工、導入当初のものである。もは一五線村松間の開業に際して、1923年7月に、蒲田車両製作所において、で1.2の2両が申請された。で1系の車体外館及び、各部寸法は、目黒蒲田電鉄が開業に際して、申請した、で配系電車とほぼ同一であり、 1> で1系の製造前年にあたる1922年12月に、汽車製造において申請された目黒蒲田電鉄で配置型を蒲田車両製作所においてスケッチ製造したデッドコピー製品であるとも指摘される。全長 11,455mm の木造ダブルルーフ構造の車体に片側2カ所の片開け客用扉を備え、全面形状は 丸妻形状の3枚窓構造、窓配置は D242D である。落成当初は、終電装置にトロリーポールを採用し、全商灯は、全面腰板中央部に設置されていたが、後年パンタグラフ終電化及び、全商灯の屋根上への移設が施行されている。主電動機は、ウェスティングハウスエレクトリック社製の定格出力4 8ットの主電動機を1両あたりに行き、 歯車比75、15で搭載し、台車は JG ブリル車製の単造工、組み立て型軸バネ式台車ブリル 76E-1 を装着する。導入後は、前述終電装置の交換のほか、1951年12月には、主電動機の東洋電気製造 TDK-31K への換装が実施されたが、同時期には、経年25年を超えた。 木造車体の老朽化が著しくなったことから、1952年10月の、モハ31申請に際して、モハ31へ主要機器を供出した、で101へで1の主要機器を転用することとなった。名機上は、で1がモハ31へ改造されたという扱いが、取られ、で1は事実上廃車となった。残る、デ2はモハ 1K1 と解消、改版されたが、 1954年5月のモハ41申請に際して、モハ41へ主要機器を供出した、モハ13へモハ1の主要機器を転用することとなり、モハ13改めモハ51への改造名義でモハ1も事実上廃車となり、形式消滅した。なお、で1モハ1の車体はいずれも村松車庫内において、職員詰め所として利用され、モハ1の車体は、 カンバラ鉄道線の全線廃止まで減損した。全線廃止後は、車内外とも徹底した修繕工事が施行され、台車、パンタグラフ等を新たに装着した上で、冬鳥越スキーガーデンにおいて生態保存された。もは1 1系1 1カンバラ鉄道線全線、開業に先立つ1930年3月に、カンバラ鉄道発の反抗性車両として、 日本車両製造東京支店において、で11から13の3両が申請された。で11系の車体外観及び各部寸法は、省内交通が、同社湯の浜線の開業に際して申請した、もは地形電車と全く同一であり、台車等にも共通点を有した。全長 12,432mm の半高星車体に、 片側に箇所 900mm 幅の片開け客用扉を備え、全面形状は丸妻形状の3枚窓構造、窓配置は DQD と扉間の窓数がで1型と比較して1枚増加した。その他、側面見つけは扉間の車体裾部の外反が切り上げられて、大枠が外部に露出し、また腰板部の上下寸法を広く取った初期の、 半高性車両特有の設計と上下寸法の小さい一段を落とし窓方式の窓構造の採用により、いささか古典的な外観を呈している。主電動機は、d 一系同様に、ウェスティングハウスエレクトリック車製の定格出力4 8ットの主電動機を一両あたりに行き、歯車比75、15で搭載するが、台車は東洋車両製の中高組み立て式。 ペンシルバニア型軸バネ台車に変更された。で11型は、戦前から戦後にかけて、主力車両として運用され、1952年10月に実施された一斉改版に際しても、波1 1系1 1から13と解消された。その後、主電動機の東洋電気製造 TDK-31KA の換装が実施された後、1954年5月の、 モハ41申請に際して、モハ13が主要機器をモハ41へ供出し、モハ13へ波モハ1の主要機器を転用する、玉突き転用が実施され、同時にモハ13はモハ51計51と解消、解板された。モハ13としての車席はモハ41へ継承され、モハ51はモハ1の車席を継承し、モハ1の改造名義で竣工している。 この結果、主電動機は TDK-31SC で、変わらなかったものの、台車はモハ1より転用した、ブリル 76E-1 を新たに装着した。1978年7月にはモハ12に対して、ワンマン運転対応化改造が施行された。改造に際しては、ワンマン運転関連機器が新設されたほか、タブレット交換時における利便性向上を目的として、 強幅の乗務員扉が新設され、窓配置は DDQDD DD と変化した。この乗務員扉は、有効幅が 400mm 程度であり、乗務員の出入りは、不可能であったという。なお、模波11模波51については、通満仕様のまま損置され、また、他形式においては、間接非自動制御下が施行される中、Q で11系の3両については、終始直接制御の、 まま運用された。路線縮小に際しては唯一、ワンマン運転隊を大積みであった、モハ12を含む3両とも廃車となった。1947年に、名古屋鉄道よりも450系455を譲り受け、導入したものである。同形式は、各見ヶ原鉄道が開業に際して1925年に、 日本車両製造名古屋本店において申請した木造4軸ボギー電動車キロバイト 1K5 を前進とし戦後混乱期に名古屋鉄道へ割り当てられた6 3系、電車導入の見返りとして義務付けられた既存車両の地方施設への教室の一環としてカンバラ鉄道へ譲渡されたものであった全長 12,106mm の木造シングルルーフ構造の車体に 片側2箇所の片開け客用扉を備え、全面形状は丸妻形状の3枚窓構造、窓配置は 1D2 に 2D1 である。なお、囲みが原鉄道キロバイト1系の原型は全面を半円形状とした5枚窓構造で、窓配置は D2 に 2D であったが、もう455を含むも450系4両は、繊細によって車体を損傷し、 復旧に際して、前述のような車体形状に改められたものである。台車は、ボールドウィンロコモティブワークス社が設計、製造した、蛍光組み立て型釣り合い良式台車の、デッドコピー製品である、日本車両製造 BW-78 から 25A 台車を装着し、主電動機は後年 TDK-31SC に換装された。 1952年10月の模波31申請に、際して、前述のように、で101は、台車を含む、主要機器を供出し、代わりに、で1より主要機器を流用する玉突き転用が、実施され、同時に模波 21K21 と解消、解板された。この結果、前述模波51同様に、主電動機は TDK-31SC で、変わらなかったものの、 台車は、で1より転用した、ブリル 76E-1 を新たに装着した。木造車体の小型車ということで、1950年代半ば頃より、ラッシュ時の運用を中心とした予備車的位置付けとなった、モハ21は、結果的に、カンバラ鉄道線における最後の木造車体の旅客用車両として残存し、1979年1月に廃車となった。 モハ三31型も、は41も三31は1952年10月に、モハ四41は1954年5月に、いずれも神原鉄道村松社庫内において、東京電気工業の出張工事によって申請された。前述のように、モハ三31話で101の、モハ四41話モハ13の主要機器を流用して、製造され、名義上はモハ三31話で1の、 もは41はもは13のそれぞれ改造名義で、竣工している。車体は2両とも同一形状であり、全長 15,150mm の、反抗性車体に、片側2箇所 950mm 幅の、片開け客用扉を備え、窓配置は DD、DD10D1 である。全面形状は、緩い子を描く平妻形状ながら、当時の流行である湘南型デザインを取り入れた2枚。 窓構造となっている点が特徴である。車内設備はモハ三31がロングシート仕様であったのに対し、モハ四41においてはボックスシート仕様であった点が異なるが、モハ四41は1963年6月に西部所沢工場において車体延長改造3扉車体化が施行され、同時に座席のロングシート化が行われた。 十一31.4日とも1978年7月にワンマン運転対応家改造を受け、1985年4月の路線縮小後も残存した。モハ四41については収容力の大きさから、路線縮小後の神原鉄道線における主力車両として運用され、2両とも全線廃止まで在籍した。もは6 1 9 5 8年1月に、 西武鉄道より区派1231系1232を譲り受け導入したものである。西武区派1232は西武鉄道の前身事業者である武蔵野鉄道が1940年4月に日本鉄道自動車工業において申請した区派5855系5856を前身とし、上都に際しては西武所沢工場において 電動車か、両運転台かといった各種改造を施行した。車体は全長17000ミ、mm、リメートルの半高性車体で、全面形状は、悲観通構造の3枚窓形状、側面には片側3箇所1000ミリメートル幅の片開け客用扉を備え、側窓は2段上昇式、窓配置は DD4D5DD DD である。前述の通りも、波61は、 西部在籍当時のイエローマルーンの二色塗装のまま導入され、この車体塗装は後に既存の在籍車両にも踏襲された。台車は鉄道省正式の釣り合い量式台車 DT10 を装着し、歯車比は66、18である。導入当初は直接制御方式を採用したが、1971年4月に坂野工業所の出張工事によって、 間接非自動制御課が施行され、九百七十八年七月にはワンマン運転対応化改造を受け、路線縮小後も残存した。モハ六十一は、客室内暖房の効きの良さを評価されて当機は、優先的に運用され、全線廃止まで在籍した。モハ七十一系九百六十五年七月に、西武鉄道より区派二百十一系千二百十一を譲り受け、 導入したものである。西武波二百十一は前述、西武二百三十一系同様に、西武鉄道の前身事業者である、武蔵野鉄道が九百二十七年一月に、日本車両製造東京支店において、申請した、出波三百二十系三百二十二を前身とし、上都に際してはもは六十一と、同じく、西武所沢工場において、電動車化。 両運転台化といった各種改造を施行した。車体は全長1 6 9 3 0ト、mm、ルの反抗性車体で、全面形状は貫通扉を有する貫通構造ながら、村松側つまは原型の強幅貫通扉であるのに対し、五線側つまめは貫通ホロ枠を併設した広幅貫通扉と前後つまで形状が異なる。 側面には片側3箇所 990mm 幅の片開け客用扉を備え、DD4D5DD DD の窓配置はモハ61と同一であるが、モハ71は腰板部タブの上下寸法を広く取った初期の反抗性車両特有の設計となっているため、外観から受ける印象は大きく異なる。側窓は一段上昇式である。台車は、 住友成功所制の中高組み立て型釣り合い、両式台車 KS-33L を装着し、歯車比は64、20である。1978年7月にワンマン運転対応化改造を受け、路線縮小以降は、五線側つまの貫通ホロ枠を活かして後述区波、銃と貫通ホロを接続した半固定編成を蘇生し、 全線廃止まで朝ラス主事の限定運用を中心に、重当された。1972年12月に、越後交通より、同社長岡線の一部区間廃止に伴って、余剰となった、モハ3000系3000にを譲り受け、翌1973年1月に導入したもので、ある。越後交通3000型は、同社長岡線の前身事業者である、長岡鉄道が、 1951年12月の電化開業に際して、京浜急行電鉄で、八1 1 0百1 1 2を譲り受けてその大枠並びに主要機器を流用し、同年11月に日本鉄道自動車工業において、車体を申請したものであった。車体は全長 15,850mm の半高性車体で、屋根部が深く取られたやや鈍重な外観を呈している。 全面形状は、非貫通構造の3枚窓形状。側面には片側2箇所1000ミリメートル幅の、片開け客用扉を備え、客用扉直下にはステップが設けられているが、一般的に側窓上端部より高い位置に設けられる。客用扉上端部が、モハ81においては、両者の上端部が、同一の高さに揃っている点が特徴である。側窓は2段上昇式。 乗務員扉は運転台側にのみ設置され、窓配置は D1D8D2 である。台車は越後交通における春行当時は種車となった京急デハ110により重要したテーラーエレクトリックトラック車製揺れ枕付け、軸ね式台車であるテーラー19を装着したが、越後交通在籍当時に台車交換が実施され、 鉄道小政式の釣り合い両式台車 TR14 を装着した。主電動機は、定格出力 41kW の東洋、電気製度 TDK-31E を4機、歯車比63-21で搭載した。モハ81は、ワンマン運転対応化改造対象から外れて、終始、通満仕様のまま運用され、路線縮小に際して廃車となった。 1975年12月に山形交通より同社三山線の全線廃止に伴って余剰となったモハ106を譲り受け導入したものである。山形交通モハ106は、神原鉄道もハ21と同じく1945年12月に名古屋鉄道より譲り受けたモ450系451を前進とし、 山形交通へ譲渡された経緯についてもモハ二21と同様国鉄63系割当に伴う放出によるものであった。もっともモハ九91は山形交通在籍当時の1956年7月に日本車両製造東京支店において車体の交代化改造が実施されており両車の車体外観は大きく異なっていた。車体は 全長 12,944mm の半高性車体で窓状の補強体が外部に露出しないノーヘッター構造が採用されている。車体全周にわたって、幕板部の外板が屋根部へ巻き上げられた張り上げ、屋根構造となっており、側面のみ、幕板部と屋根部の境界付近に雨どいが設置された。全面形状は三十31.241に類似した。 非貫通構造の2枚窓構造であり、前面向かって左側の窓は開閉可能な構造となっている。側面には片側2箇所1000ミリメートル幅の片開け客用扉を備え、客用扉直下にはステップが設けられている。開閉可能な窓は前面窓を含めて上段窓を H ゴム固定支持とし下段窓を上昇式とした、いわゆる バス窓が採用されている点が特徴である。窓配置は D2D3D2D である。台車はモハ二21と同じく蛍光組み立て型釣り合い良識台車であるが、こちらはボールドウィンロコモティブワークス車純正の BW-78 から 25A 台車を装着し、主電動機は、鏡ヶ原鉄道時代以来の定格出力44.76。 キロワットのデッカー製のものを4機、歯車比66、18で搭載した。モハ九91は、扉配置等の都合から、ワンマン運転対応化改造は実施されず、路線縮小に際して、カンバラ鉄道線に在籍する車両の中では最も、車体の経年が浅かったにもかかわらず、廃車となった。1927年9月に、京浜車両工業において申請された。 二軸単車型の荷物、合わせ作り付随車である。一説には、武州鉄道が保有した客車を出自とするとも称される。ハニさんは、全長 9440mm の、木造ダブルルーフ構造の密閉型車体に、片側2箇所編開脚用扉を備え、窓配置は D6D である。前述のように制動装置は、手用制動のみで、空気制動は持たない。 1948年6月に東京電気工業の出張工事によって更新修繕工事が施行され、同時に荷物室を撤去の上でハフ 1K1 と解消、解剖された。1952年10月に実施された一斉解剖に際してサハイ 1K1 と解消され、さらに1957年9月にはハイ 1K1 と3旅解消が実施された。 電車の増備に伴って、後年は予備車となり、1978年9月に廃車となった。1942年12月に、鉄道省より二軸単車ガソリンカーキハ4530の払い下げを受け、導入したものである。鉄道省キハ4530は、阿南鉄道が開業に際して1930年4月に、天宮製作所において申請した。 キハ101が阿南鉄道の国有化に伴って、鉄道省の車席に編入された際に、同番号へ解消、改版され、鉄道省においては1942年3月26日付で、廃車となったものである。導入に際しては、来年期間撤去並びに、電車用機器の整備が実施され、菅原鉄道線における初の制御車として進行した。 全長9 2 4 6ト、mm、ルの半高性車体に片側2箇所6 8 0ト、mm、ル幅の片開け客用扉を備え、窓配置は 1D5D1 である。カンバラ鉄道線における唯一の制御車として運用された区配置は、後述区波重の導入に伴って、運転機器を撤去して事実上不随車化され、 1957年9月に、ハニ系2と正式に不随者形式へ改称、改版された。不随者としてのハニの制動装置は、手用制動のみで、空気制動は持たなかった。前述配置同様に、ハニも、また電車の増備に伴って、後年は、予備車となり、1978年9月に廃車となった。区派従1949年10月に、 国鉄より木ハ4万1000計4万1120の払い下げを受け、翌1950年5月認可で導入したものである。国鉄木ハ4万1120は1935年9月に川崎車両において申請されたもので、国鉄における最終配置は大立的機関区であった。車体は全長1万6350ミ、mm、リメートルの反抗性車体で、 導入に際しては、床下の内燃機関撤去並びに、指定高期の新設など電車用機器の整備が実施され、電車の制御車として巡航した。また、直接制御機など、運転機器は、五線側つまめにのみ設置され、村松側つまめの全商灯、標識等は撤去された。その他車体関連についてはほぼ原型のまま巡航し、車内は、ボックスシート仕様、 窓配置は 1D14D1 で起波4万線。系統時と変わらず、台車も内燃動車用、軸羽式皮脂枠台車 TR26 をそのまま装着した。その後1958年5月に、車内暖房装置を新設した後、1961年1月に、西武所沢工場において、五千側つまめんの三枚窓構造化、乗務員扉、新設、村松、 ガワツマメへの貫通路並びに、貫通幌新設、客室内照明の傾向等か、客用扉へのドアエンジン取り付けなどが施行され、外観上大きな変化が生じた。さらに1967年6月には同じく西部、所沢工場において、窓枠のアルミサッシ化、客用扉窓及び、戸袋窓など、 固定窓のエッジゴム固定指示下並びに関節非自動制御下が施行されている。なお、新設された貫通路は通常、締め切り扱いとされ、活用される機会はなかった。路線縮小以降は前日も刃71と貫通ホロを接続した半固定編成を蘇生し、改造後25年余りを経過してようやく、村松川連結面の貫通路、 貫通保留の設備が活用されることとなった。反固定編成化後は朝ラス主事の限定運用を中心に充当され、国鉄機波4万1000系機動車を出自とする車両としては最後の現役車両として全線廃止まで在籍した ED1K 貫原鉄道線全線開業に先立つ1930年5月に貨物列車牽員に供する目的で申請されたもので、 ある。全長 9180mm の突計構成車体を有する25トン機で、外観はウェスティングハウスエレクトリック社が設計、製造し、日本にも数多くが輸入された、突計電気核形式に告示しているが、L 型はそれらを設計の基本として、日本車両製造においてデッドコピー製造した国内模倣品であり、伝送品についても、 東洋電気製造製のものが搭載された純国産機である。L 型は1952年10月に実施された一斉改板に際して ED1K1 と解消された。カンバラ鉄道線における貨物輸送需要は低く、1957年以降定期貨物列車の運用は消滅した。また、不定期運用の貨物列車においても積載量が少ない場合は、 電車牽引の混合列車形態によって、カンバラ鉄道線における貨物輸送は1984年2月1日付で廃止となったが、ED1 は校内入れ替え作業など事業用電気として路線縮小後も残存し、全線廃止まで在籍した。和11系五線村松間の開業に際して、1923年11月に、 日本車両製造において二軸有害者は 1K1.2 を申請し、また全線開通に先立つ1929年10月から同年11月にかけて二軸有害者は 11K11.12、二軸有害環球車和 F1K1、二軸無害者と 1K1.2 の計五両がいずれも新潟鉄工所において申請された。戦後の百四十八年には、 鉄道省より二軸無害者トム 1K403 の払い下げを受けてトム 1K1 として導入し、1959年3月には自社村松車庫において二軸有害者ム1 k 1を申請した。また、同年5月には、緩急車和不一の車掌室を撤去し、和13と解消、海板の上で和11型へ編入した。その後、 貨物輸送需要の減少から1974年10月には1.2が、1978年9月にはは12.13、ワ1がそれぞれ廃車となった。1984年2月1日の貨物、輸送廃止に伴って在籍する貨車は全車とも用途を失い、路線縮小に際しては11と無1が1985年6月20日付で廃車となった。 事業用として残存した土一点テ2についても1995年7月25日付で除籍され、神原鉄道線における貨車は全廃となった。ありがとうございます。